こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では通販ショップの上手な使い方についてお話をしたいと思っています。具体的に僕自身がどういうふうに通販ショップを使っているのかというところですね、これから PC の画面を録画しながらですね、皆さんにお見せができればなというふうに思っています。その前に通販ショップについてざっくりとお話をしたいなと思うんですが、最近ここ十数年ですね、Amazon ですとか楽天のおかげでだいぶ通販というものが身近な存在になったのかなと思います。ですので僕の周りでも服なんかをですね、通販で買っている方結構たくさんいるんですね。その一方でいやまだあんまり買ってないんだよねって方々も結構たくさんいるんですね。ここの通販をよく使う人とあまり使わない人には溝があるんですね。というのもやっぱり通販にもメリットとデメリットがありまして、メリットというのは実際にお店に行かなくても数多くの商品というのをインターネット上で見ることができるので結構効率的なんですよね。実際にお店に回るとすると結構大変なんですが、それがインターネットだといろんなお店の商品を簡単に比較ができる、ここが最大のメリットかなというふうに思っています。一方でデメリットというのは実際に着ることができないので、サイズ感だとか商品の雰囲気というのがなかなか分かりづらいところかなと思うんですね。そこのデメリットの方ばかりを考えているとなかなか通販で買い物するのが逆に億劫に感じる方も多いのかなと思っています。じゃあ僕自身はどうかと言いますと、実際にリアルで服を買うことも多いですし、通販で買い物することも多いです。それぞれのメリットとデメリットを理解していますので、そこはケースバイケースで使い分けるようにしています。僕が一スタイリストとして、また一消費者として、どのように通販ショップを活用しているのかをですね、この後 PC の画面を皆さんに見ていただきながら解説をしていきたいと思っています。はい、ということでこれからですね、実際に僕が通販ショップで買い物をする際の様子をですね、ちょっとシミュレーションで見ていきたいなと思っています。これはですね、僕の PC の画面になりますね。まずはインターネットを開きます。 Google でですね見てみますと、ここにツールバーがあるんですが、僕の場合はですね、このツールバーの一番端っこにですね、通販というフォルダを用意しているんですね。でこちらを見てみますと、中にはですね、さまざまな通販ショップの、ブックマークが保存されている状態になっていますね。ユナイテッドアローズですとか、グリーンレーベルですとか、ビームス、アーバンリサーチ、トゥモローランド、ナノユニバースですとか、ユニクロ、グローバルワークなんかもありますね。ここにはですね、僕が日常的にチェックするものが全部入っているんですね。これを見ながらですね、今どんな商品が並んでるのかなっていうのを僕はチェックをするようにしています。例えばユニクロをクリックしてみたいと思いますね。はい、こんな感じで新作の商品がどんなものが並んでいるのかがですね、チェックできるんですね。これを見ながら、あ、こういうものが出てるんだなっていうのをまずは情報収集の一環として行うようにしています。ユニクロだけではなくて、よく見るのはですね、エディフィスですとか、こういうのも見ますね。こういうのを見てるとですね、ファッション誌を見るのもいいんですが、なんとなくトレンドですとか流行の雰囲気というのがつかむことができるのかなというふうに思っていますね。あ、オープンカラーシャツが出てるなだとか、シャツのサイズ感大きくなってるなとか、こういったスウェットもかなりサイズ感ゆったりとしてるなとか、そういった全体の流れが見えるんですね。そういった意味では、いろんな通販サイト、皆さんがよく使うものですね、特にブックマークをしておくといいかなと思っています。僕がおすすめしたいのがですね、まずユニクロ、グローバルワーク、このあたりはですね、価格帯も非常にリーズナブルなのでブックマークしておくといいかなと思っています。あとはチャオパニックティピーですね。このあたりもショッピングモールに入っていますので、割と身近なショップなのかなと思っています。その次に、グリーンレーベルですとかナノユニバース、このあたりもいいなと思いますし、アーバンリサーチもいいですね。このあたりもブックマークするといいかなと思うお店の一つです。あとはユナイテッドアローズとかエディフィスですね。このあたりがあればもう完璧ですね。ぜひ皆さんも、トレンドの流れというか、どういう服が世の中に並んでいるのかっていうのを知るために、こういったお店をブックマークしておくのがいいかなと思っています。この後ですね、実際に僕がお洋服を探すときによくやってる方法なんですけども、 ZOZO で探すことが多いんですね。 ZOZO のいいところっていうのは、さまざまな通販ショップがこの中に全部入っていますので、それを比較しながら見ることができる点なんですね。これはもう最大規模なので、非常に使い勝手が良いかなと思っています。ただですね、 ZOZO のサイト、他の通販サイトもそうなんですけど、いきなりですね、何にも考えないでサイトを開くっていうのは危険で、ずっとなんとなくぼやんと見ていてもですね、明確に欲しいものがなっていないとですね、時間がいくらあっても足りません。です
ますので、まずこういう通販サイトを見るときには自分のクローゼットの中身を見ていただいてですね、どういったものが足りていないのかというのを明確にしてからこういったサイトを見るといいかなと思います。今回は、春に着るような白の丸首ニットが欲しいなという過程で、僕だったらどう探すのかを見ていきたいなと思っています。まずはこの ZOZO のトップページを見ますと、このカテゴリーってとこがありますね。ここから絞り込んでいきます。トップスというふうにあるので、この中でニット、セーターというところをクリックします。そうするとですね、17,043 件という形でかなり量がありますよね。この中で絞り込みをかけていくんですね。じゃあどのようにするかと言いますと、まずメンズというところもこれはチェックしてあるので、このままでいいかなと思うんですが、メンズであることが大切ですね。その次にですね、今回白のニットが欲しいのでカラーですね、ここをホワイトで選択します。ここが ZOZO のいいとこですね。色で絞り込めるんですよね。色で絞り込むと2347件とだいぶ減りましたね。それでもですね、まだまだ量がありますので、もうちょっと絞り込んでいきたいなと思っています。で、僕がこの次に絞り込むポイントはここですね。価格なんですよね。自分の予算感っていうものをだいたい考えておいて、その中で絞り込むと良いかなと思います。例えばですね、こういうように2970円とか2200円ですとか結構お手軽じゃないですか。ただそんなに安すぎてもですね、良いってもんじゃなくてですね、高すぎず安すぎずっていう価格帯で設定すると僕は良いのかなと思うので、ニットだったら例えば、僕だったら4000円から、上限は例えば1万円という形で設定をしたいなと思っています。で、 OK を押すとですね、こんな具合に601件まで絞れてきましたね。でもこれを全部見るのは大変なので、最初の1ページ2ページ、多くても3ページ目ぐらいまでですかね。僕が見るのは基本的には 1,2 ページで完結します。で、見ていきましょうか。そうすると白のニットがたくさんありますね。で、理想とする形を見つけていくんですが、この時にですね、どこを指標にしているのかというとですね、このブランド名なんですね。正直僕もスタイリストやってますけど、これはよくわかんないなっていうブランドたくさんあります。こちらのブランドも僕はちょっと馴染みはないですし、こちらもよくわからないですね。一方でナノユニバースとかチャオパニックティピーだとか、このあたりのお店は知ってますね。あとユナイテッド東京も割とお店を見るのでよくわかります。グリーンレーベルもありますね。この中で皆さんに指標にしてもらいたいのは、実際にお店に行って買い物をしたことあるお店の商品をチェックするといいかなと思いますね。そうじゃないお店だとサイズ感だとか素材の雰囲気だとか全体のイメージがですね、なかなか定まらないんですね。例えばこのブランド、僕は実際に着たことがないので写真を見ただけではイメージがなかなか湧きづらいんですね。ただナノユニバースとかチャオパニックは買い物をしたことがあるので、だいたいこれぐらいのサイズ感だなとか服の雰囲気はこんな感じだなっていうのが分かるので、ぜひ実店舗で着たことがあるもの、試着したことがあるもの、もしくは買ったことがあるところの商品だけに絞り込んで見てみると良いかなと思っています。ここではナノユニバースがちょっと気になったので見てみたいと思います。はい、これが商品ページですね。で、商品ページではどこを見ているのかと言いますと、実際のこの写真ですね。で、写真のサイズ感とかフィッティングを見てきますね。これだと、ビッグシルエットって感じではなくて割とタイトめのサイズ感なのかなっていうのが伝わってきます。で、生地もですね、そんなに厚すぎず、かといってすんごい薄くて透けるほどではないのかなっていうのが分かりますね。1枚だけじゃなくて色違いでも雰囲気を見ていきます。あ、こういう色合いがあるんだなっていうのを見ていって、比較をしていきますね。白のニット、腕をまくりながらこういう風にコーディネートするといいんだなとか、実際にこのモデルさんですとかショップの店員さんが着ている様子を見ながらですね、イメージを膨らませていきます。あとは細部ですね。襟の部分はどうなってるのかな、あ、こういう形の縫い付けになってるんだなとか、こういう裾の部分ですね、あ、こういうリブの状態になってるんだなっていうのをこう拡大をしながらですね、見ていくんですね。あ、ここにスリットが入ってるんだなという形で見ていきます。あと袖の部分ですね、あ、こういう感じになってるんだなとか、生地の折り感とかはこういう感じなんだなとか、なるべくですね、こう拡大をしながらよく見ていくと良いのかなというふうに思っていますね。そしてあとどういう部分をチェックするのかと言いますと、こちらのですね、アイテム説明っていうところもよく読みますね。
こちらだと気軽に洗えて気軽に着られるオールジャパンニットという形でタイトルがついてますね。あ、洗えるんだとか、そういうなんだろうな、気軽に使えるというところにこのニットには強みがあるんだなっていうのが分かりますね。あとはタンブラー乾燥機に対応するため編み方を工夫しておりというところで、あ、そういうような扱いやすさというところでも非常にこう特化してるんだなっていうのが分かりますね。あとはガーター編みのアイコニックなデザインがアクセントになっているというところで、まあ、編み方ですとかね、その雰囲気とかも非常にいいんだなっていうのが伝わってきますね。この説明欄もよく読んどくといいかなと思いますね。まあ、取り扱いの方法とかね、洗濯の方法も含めてよくチェックすると間違いがないかなと思っています。あと大切なのはここですね、サイズの詳細です。まあ、通販において一番大変なところ、難しいところっていうのはサイズ感が自分に合うかどうかというところかなと思うんですね。そこに関してはこの数値を具体的に見てみるといいかなと思っています。僕ですと、まあ、S サイズを選ぶことが多いんですが、最近ではビッグシルエットの影響でちょっとこうワンサイズ上げることもあったりするので S と M を見ていくんですが、この数字を見ただけで大体のサイズ感がイメージできる人なんていうのはほとんどいないと思いますね。僕ももちろんこの数値だけでは全然わからないので、こういう場合はですね、実際に自分が持っているニットを取り出してそのサイズ寸法を測ってみます。身幅を測ってみてこの数字と比べてどうなのかというところを比較してみるんですね。そうすると大体このニットのサイズ感というのが自分の持っているものと比較しながら、あ、着丈は大体同じぐらいだなとか、身幅は少しだけゆったりしてるのかなとか、そういうのが分かると思いますので、ぜひ手持ちのアイテムと比較しながらですね、このサイズ感を見ていただくと良いかなと思っています。このような形で一つのページの中でもですね、見る項目がたくさんありまして、まずは写真をくまなく拡大をしながら見るというところですね。全体像ですとか、どうコーディネートに落とし込んでるのかですとか、あとはもう生地の雰囲気なんかを見ていくっていうところがポイント。あとはサイズ感と商品説明を見ながら検討するというところですね。そこさえちゃんと行ってもらえればそこまで失敗することはないかなと思います。中でも自分自身がよく使っているお店、実際に買い物したことがあるお店であれば、よりこう失敗は少ないのかなというふうに感じています。まあ、白いニットだったら 3,4 個ぐらい候補を見つけて、このハートマークをしておくんですね。でハートマークをつけておくと大体後で比較がしやすいですね。3つぐらいハートマークをつけて、そこから1個に絞り込んでいくという形で僕が通販で買い物をするようにしています。はい、ということで具体的に僕がどのようにですね、通販サイトを見てるのかっていうのをお見せしてみましたが、いかに丁寧にですね、失敗をしないように準備をしたとしても、それでも、あ、ちょっと気に入らなかったなとか、ちょっと失敗したなと思うことってあるんですよね。そういう時にでもですね、 ZOZO タウンであれば非常に返品がしやすいんですね。まあ、このページを見ていただくとですね、先日僕が買った T シャツですね、サタデーズニューヨークの T シャツが、まあ、ここに書いてあるんですけども、これ、まあ、非常に気に入っているんですが、例えばこれが気に入らなかったとします。そうすると返品交換の手続きというボタンがあるので、こちらを押していただきます。そうすると、まあ、事前に商品の状態を確認してくださいという形が出てくるんですね。ちゃんと服が入っている袋とかもビリビリにしないで、段ボールもきれいに開けておいて、返品する可能性があるということもちゃんと考慮しながら商品を開けてもらうと一番良いかなと思うんですが、このように商品タグがちゃんとついているかどうかですとか、付属の箱だとか袋っていうのが紛失してないかどうかとか、商品自体もきれいに取り扱っていればですね、返品することができるんですね。まあ、次へという形でやってもらいますが、はい、こんな形で、まあ、気軽に返品することができるんですね。ちょっと僕は買ってから日付が経ってしまっているので次へに進めないですが、これはもう画面に出てくる通りに進めていただければ結構スムーズにですね、返品もすることができますので、ぜひですね、通販で失敗した時には気兼ねせずに返品をするというところも意識をしておくといいかなと思っています。僕もたまにこう勢い余ってですね、袋をビリッと破ってしまって返品できなくなってしまうこともあるので、そこはですね、なるべく丁寧に段ボールを開けて袋から取り出して、実際に返品もしやすい状態で試着をしてみると良いのかなというふうに感じています。はい、ということで今回の動画では僕がどのように通販で買い物をしているのか、実際に画面を見ていただきながら解説をしてきました。まあ、最初はですね、通販なかなかハードルが高く感じるかもしれないですが、このように丁寧にですね、買い進めていただければ、少しずつ通販での買い物する目というのが養われていくかなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、有効活用していただきたいなと思っています。まあ、最初のうちは実際に通販で買わなくてもお店に行く前にですね、商品を絞り込むというのに通販
サイトを使うのも非常にいいかなと思っています。白いニットという中で大体3つぐらいに絞り込めたら、あとはそれはお店に行って着比べてみながら最後の1着を決めるというのも非常にいいと思うんですね。まあ、通販の良さというのは多くの商品の中から比較をしながら絞り込めるというところなんですね。これはなかなか実店舗ではできない部分なので、うまく活用しない手はないかなと思いますので、ぜひ皆さんも通販サイトを最大限活用しながら日頃のショッピングを楽しんでいただきたいなと思っています。以上、スタイリストの山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。